僕がツイッター始めたのが2008年9年ぐらいあ、はい、まあ最初は僕はあんまりツイートスタイル変えてなくて昔から自分の言いたいことを言ってるだけなんだけど。 やっぱどんどんん気を使わななきゃいけないけ感じに、うん、言うと炎上しますからねそうそうそう最初インターネットやってたやつなんて本当と物好きだったはい、はい、わけで物好きのインテリだったわけですよ<ー>だそれがもう本当に一般化することで全くこうオーディエンスじゃないところにあの見られるようになっちゃった本人に書いてありまして知識人的な振る舞いがみんなできるようになったから何についても文句があるんじゃなくて何についてもコメントができる人が増えたから」<う>ネットが世界ををどうう変えたかっていうことを全くその革新 性を知らないで、あのそのプールの中に使ってる人達ってのは出てきてるわけでしょ。はい、だから、それ以前の世界って。まあ、例えばちょっとエグい言い方になるけど、それ以前一般の人たちにはいかなる発言権もなかったわけですよ。はい、でね、ちょっと1つ話題を持ち込みたいんだけど、はい、なんかね。この間たまたま中神検事のね。小説家の、はい、あの？ 80年代の後半から90年代ぐらいかなにやった講演を読んだんですよ現代小説の方法っていう講演を読んでね<う>でそれがさ、まあ、ある意味すごい保守的なんだけど、はい、あの小説はねあの電話ができたからだめになったんだって,いうって言ってるの。 <で><ー>その彼が、ね、一番最初に何だったかなかかイランだったかどっか,なんか中東に行った時の話で、はい、その時になんかそのちょっとしたお知らせを伝えに行くのにも少年がすごいこう大変な旅路を、ねはい、行ってあ<ー>あの苦労して連絡しに行くんだと<ー>なんかその死者の話をしていてそのことと小説っていうことを言っていてでその。 その道の道りが小説なんでなるそ,それが今電話で全部カットされちゃったからもう小説は死んだんだみたいなことをその時点で言っていてでただまあね反発も感じはしてつまりそうじゃ道がなくなった時代の小説っていうのはじゃどう可能なのかっていう問いだってあるじゃんと思うわけだけど、はいはい、郵便屋さん的です、ねうん、でもまあ,あの彼が言ってたある種その保守的な発想っていうのが、ねはい、今はさこれだけ。 そのリアルな運動っていうものがどんどんその何て言うのかなまあなくなって、はい、一時期なくなっていったこのコロナの状況の中で、はい、なんかすごく。 なんていうんですか、ね。そう,そう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 。うん、すごく改めて、その道を歩くっていうこと。のことについて、なんかちょっと思いを馳せましたね。うん、散歩とかね。そうそうそう。今、散歩するって人、めったにいないんだよな。散歩するなって言われてましたからね。世界中でね。<laughs> あ、そうね。だって。<laughs> 散歩は一日十五分までマスクありとか言ってたから、うんうん、いや本当そうなんだいやでもあのいや改めて読み直したんですよあの、うん、えっと動きすぎてはいけないあありがとうございますそしたら最初にほら、うん、あの酸素マスクを取って自殺するところから入るじゃないですかそうねであれってすごく今的ですよねなのでまあ実際今だったらそうじゃないですかつまりマスクをつけずに歩く、うん ことが生成変化的であるんでしょう。多分うん、うん、で、それはそれ。僕はありだと思うんですけれど、うん、あのいや多分それを3年前に言いたい話なんですけどね。リスクに探すっていうこと、ね。そうそう、リスクに話すっていうこと。うん でまあ、日本という国はまあドラッグにきついから、うん、多分あっちほどこの文章の中に例えばドラッグが入ってきたりとか、うん、あのそういうことがほとんどないけど、うん、でも例えばその中に出てくるオーバードーズの話だったりとか、うん、酸素マスクを外すみたいな話だって結構近しいところのものにあってぎりぎりで死なないならリスクは持ってきた方が多分変生成変化的であろうっていうことはよくわかるんですよね。うんうん、でもそれにに対しして確かに、えー、とおっしゃる通り 極めて全体論的なものがこう社会にはびこってくると、うん、でそういったものをとりあえず集団的に排そうとするっていうのが、うん、の日本も含めいろんなところでこう見られて、うん、あその時代ってやっぱりこのなんか。 まあ、この文化が好きなら、ここにいろっていうメッセージにしか感じないなあっていうのが近頃思ってて。まあ、ジャパンだったら、まあ、その文化が好きなんだろう、お前みたいな。うん、そう、なんか、あの、生成変化することは許されない,っていうそう、ね。まあ、要するにリスクを取って、でも、外部に。身を開くっていうようなことが、もうどんどん、どんどんやりづらく。やらな,くな,くなるよね、はい、自分の中では、偶然性っていうのがテーマ。まあ、リスクじゃなくて。 もうとにかく安全な状態の中に全てを閉じ込めていくっていうことって、はい、偶然性を排除するっていうことなわけじゃないですか。はいはい、でやっぱりその震災の時から、うん、まあ震災だってあの事故はまあもちろんなんていうの いいろろ予期しとかなかったから会社がいけないんだとかリスクマネジメントかと言われる応リスクマネジメントなんだけどでも、津波がドーンと来たらさほぼデンジャに近いリスクだからもうその時は偶然性が相当ある話なわけでだからその時の政権が民主党選挙なんて誰も予測してないそうううそそそでれがあってしかもその後コロナでしょ誰もたまたまでしょだから本当に偶然性がトラウマになっちゃってるんですよきっと。 だからその偶然性と戯れるっていうようなマインドがやっぱ難しくなってるし<ー>そういうことを言うと嫌がられるっていうだってみんなで要は最適になかなか生きてきたわけなので、うん、いや最適になるようにうまく組み合わさってきて、まあ、四季折々別の場所だったら違った食品育てるとかして、うん、まあ,ある程度この地球の偶発性に生まれた自然を使ってばらけてきたわけなんですけど。うんうん 地球上どこでもねアマゾンか2日ぐらいずっと行ちゃうと、うん、あのみんな同じなんだろう里の食事で暮らしてるっていうかグルメカーペットの上で食べるあのお里の味は全部一緒みたいな、うん、パンも牛乳もミルクも全部出てくるみたいな,なんか状態だとだか確かに,どこ行っても手に入るってみたいな、うん、僕は去年ぐらいはなんかずっとアマゾンでしか家の中で買い物しなくてはあ、はあ、でそうするとなんかアマゾンでハマグリとか売ってるんですよ。 ハマグリしかも産地はんかその時取れたものが来るから産地はもうんだっけブラックボックス化してて買うとハマグリが届くんです都内新鮮な状態でそうそうアマゾンはハマグリも取れるのかと思ってで最近はアユ頼んでるんですけどもう先は季節食べちゃったけどアユも新鮮な状態でってそんなの調べようと思ったこともなかったアユなんて買えるんですか やつは検索窓に打ち込めば次の次のの日ぐらいに届くんですよとかそうやって考えるとアマゾンっていうところで生まれた人たちは、うん、日本中の食事が2日で手に入る環境にあるから <laughs> <laughs> いや名産品なんていうものはないんじゃないかって思ったりするわけだけど、うん、でもおっしゃってるようにあの動きすぎたものが目の前にあるからそう、ね、スーパーマーケットよりもやばいじゃないですか。ししかも全部新鮮だし なんか偶発性の顔をかぶってやってくるがお前は偶発性と言いつつ何なんだみたいな。 うん、こ,のこの難しさったらここ23年ないなと思って、うん、で,で富野義行さんがここに来た時に、うん、結局お前らコンピューター研究者は通販を便利にしただけじゃないかって言われて、うん、そうかもしれんって思ったっ、うん、まあねでもやっぱ通販が便利になったっていうことは本当に強烈に便利ですからね、えー、それは間違いないですよね多分あの、うん、さっきの郵便論的なお話とか、うん、あと多分電話のお話もあったし、うん、あとこのなんだろう えーと偶発性のお話もだいたい通販が全部結局持ってっちゃいそうな気がするっていうか。そうね。それがまあ全部台無しにしたっていう。台無しにしたっ。したしたっていうか。うん、そう。確かにさっきの中身の話もそうだけど、まあそういうリアルな道筋をたどってある食べ物を。 に出会えたり出会えなかったりするっていうことはもう完全になくなってるわけだから。僕中上さんの本今言われて読んでないなと思ってアマゾンでプッて注文したんですけど。九<う>月九日八時あの十二分に届く。八<う>時からに届くみたいな。い中上泣いてると思いますよそれ <laughs>。本当に <laughs> ギャグですよねだから。いや本当にさ一周回ってお前ら電話使うなって言ってたらねアマゾンであなたの書籍はすぐ売ってますよみたいな、うん。でもやっぱりネットも相当変わって うんそうだな僕がツイッター始めたのが2008年9年ぐらいで同じ,らい同じぐらいですか。 震災で大きく変わったけど、はい、まあ最初は牧歌的だったと思うんですよ僕はあんまりツイートスタイル変えてなくて昔から自分の言いたいことを言っているだけなんだけど、はい、やっぱどんどん気を使わなきゃいけない感じに、うん、う言うと炎上しますからね本当の迷惑なんだけどもあれでああのもう、まあ、やっぱり人が増え,増え,増えたよとにかくああでやっぱさスマホ以後で、はい、とにかくかつて求、まあ、そもそも止アウトとか言ってたやつらはどこに消えてしまったのか。<laughs> 90年代までさかのぼれば最初インターネットやってたやつなんて本当物好きだったわけで物好きのインテリだったわけですよ。それがもう本当に一般化することでもう本当なんか全くこうオーディエンスじゃないところにあの見られるようになっちゃったからまあそれはまあいろいろ言う人が出てくるかもっていうことですよね。いやもうんう本当にそですよねなんか、うん 前は物を言わない方が良かっったのではって思で、<laughs> うん、それは大きく変わったしで今その状態が本当デフォルトになって生まれ育ってきてる人たちっていうのってまあね本人に書いてありましたけど知識人的な振る舞いがみんなできるようになったから何についても文句があるんじゃなくて何についてもコメントができる人が増えたから。そ<う>はい それが正しいコメントではないんだけどねそれはあえて言わないもしくはあえてとんちんンなことを言ってみるっていうぐらいの冒険がないと成立しない気がするんだけどな。 まあ基本的にね多くのああいうコメントっていうのは、ええ、なんかある種の世間常識とか、はい、そういうことで言ってるわけですからね、はい、インターネット以前以後の、はい、移行期っていうものを知ってるか知らないかっていう問題があってあーそあピロピロピロっていうね。 最後ザーッとなんかそそそそう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 ,そう,そう,そうで突然パツッと切れでさ無音になるんですよ。であれを知ってるか知らないかであの本当に今なんていうのかなネットが世界をどう変えたかっていうことを全くその革新性を知らないであのそのプールの中に使ってる人たちってのは出てきてるわけでしょ。はい だからそれ以前の世界って、まあ、例えばちょっとえぐい言い方になるけどそれ以前一般の人たちにはいかなる発言権もなかったわけですよ。ああ本当にそそうですあ何らかの選別をされた人にしか発言権がなかったっていう、はい、でそこからさ例えば僕なんか高校時代にね高校2年の時に初めてチャットに入るわけ、はい、であ例えばこ,のこんな、ね、地方の宇都宮の高校生でも何か言えるんだっていう、うん、その

あのスキゾでこれからどんどんつながっていくんだとかって言ってたのはもうみんなバラバラで全然、うん、あのこう生活圏もああ確かにバラバラだったし発言のしようもなかったっていう時代だったからこそなわけですよね。でやっぱそれ以前と異語っていうのを知ってるかどうかっていうのはやっぱすごく大きいと思う。うん、確かにな。うん、でもなんかこのパラノイア的な世界を見たかゆえにスキゾ的になりたいと思っていく人たちが生まれていく。うん 時代だなって今ちょっと思ってて、うんうん、そこを考えるの結構重要だなと思ってます今のパラの状態っていう,、ね、う今のパラの状態,状態を見てねいや本当そ,、ね、そうなんだよな、うん、っていうか,なんか昨日ねあのこの生成 AI で。 なんかエ,ジエジプト時代にノートパソコンであの作ってる人っていうのをなんか出力しようと思って結構頑張ってたんですけど <laughs> い,やいろいろ出てくる、えー、となんだすかアヌビスとかがあのマ,ックマック打ちながらああああいうのが出ないかなそそ、ね、そうそうう<ら>いかなって、まあ、出てくるんですけど、うんうん、でもそうやって見てるとあのインターネット以前のこと知らない人はきっと多分300年後ぐらいに、うん、エジプトの人たちってどうやってググってたのとか言いそうみたいなこととか結構あって。本本当に、ね、本当ににね、うん、いや 多分 1, え織田信長ってアマゾンってどんなもの買ったんだろうなみたいな <laughs> 300年ぐらいしか違わないよねみたいな、うん、だって今蒸気機関がいつ発明されたか分かんない小学生なんていっぱいいるじゃないですかだからえ電気がない時代はって言ってなんか、ね、1900年以内にそのノリでインターネットがない時代はって言った時電気って考えてみるとその例えば強力ですよね,すね電気ってもうあまりに当たり前になってるから。うんうん だからえ織田信長はえ家のインターホンとかどうやって押してたのみたいなわ <laughs> <laughs> かんないですけど、うん、いや多分そういう人たちいっぱい出てくると思うんですよそうそう今はいいですよ過渡期だから、うん、ただ明らかにインターネット以後と以前でこんだけ違いが違うんだから紀元、うん、前と紀元後ぐらいの違いが本当にあるんですけれど、うんうん、どうなるんだろうって思うんですよ。うん、そううですよよね、うん、でだかからら今のこのこパラししした中から離脱しようとして したい人たちにメッセージをいっぱい向けたいんですけど、うん、この放送今後半とか、うん、そろそろ時間はまあ当然延びるんですけど。 どういううことを言ってったら彼ら彼救えるのかねえどうしたらいいんでしょうね。大変ですよだって、うん、でも彼らって多つながってることは当たり前なんで、うん、嫌だと思ってないのかってなったら多分結構嫌だと思ってることもいっぱいあると思うんですいじめで死んじゃったりする子もいるしだから好きぞかすることを背中からちょっと押してあげたいんですけどみんなどんどんパラノになっていってしまうっていう、うん、なんかあそっちじゃないんだー。 ダメだ。そこで甘い言葉言われてそこに溜まっていくとヘドロになってしまう、うん、って言って、うん。でもまあ多くの人はそもそもネット以前に世間話ってそういうことをやっぱ話してたってことなんですかね。<ー>それもそのままネットに上がってきて。 それはねみんながネット使うようになのだったら当然ネットはそういうあ確かにあの何床屋盛団とか風呂屋のそういう話みたいな、はい、<laughs> 江戸時代だったらみたいなことが結局全面化するってことでしかないのかしらね。<laughs> いや今ちょっと僕ね今の胸打ったわそうかもまさにそのね全てのかつての世間っていうものが可視化されてあ<ー>もうそれが縦横無尽に。 あのアクセス可能になったっていうこと偶、ええ、発性とたまらないより恐れおののいてしまう現在自然界のアルゴリズムの中でどう振る舞いどう生きるべきでしょうかえ太陽を浴びればビタミンができるんじゃないでしょうかってくらいの質問がい,いいですね自然界のアルゴリズムどういやどう振る舞いどう生きるべきかっていうことを気にする人ってうのはずいぶん なんかに追われてると思うんですが、なんでなんでべき論で生きることが決まるのか生きることは生きるべきとか考えるようなことじゃないよね。どう生きるべきかっていうのを毎日考えながら生きるっていうジャンルの生き物とはちょっと相性が悪いんですよね。そのジャンルね。そのジャンルいますよねなんか。まああるね。なんか日本国民の2000そういうニーズあるしね。6000万人ぐらいそうかもしれないです。あのジャンルがジャンルがね、べき論で語るじゃないですか。あの 人とはこうあるべきだとか言って「はあ!」もっとチャランポランでもっとチャランポランでいいんですよ適当で人間って何なんでしょうこれもかんないね人間ってね最初落合さんって「魔法の世紀」15あとそのあとの「デジタルネイチャー」も僕読んでますけどちょっとテクニカルなこと突っ込むけど。 デジ,デジタルで起こることってフィジカルに起こりうると僕は思ってるんですけどでも物理は根本的に偶然性が作用ししてるでしょはいで確率分布までいくと<っ>数理的だし、うん、あとなんだあの電子とか素粒子になってくると非常に理算的な振る舞いをしだしたりもするので、うん、まあんまり、まあ、アナログなものは多いんですが。 統計的にデジタルになっていくものと細かいところ、ミクロまですごくデジタルライズなものもあってうん、うん、そのおかげですごくデジタル的だと思うようなことが多いですあいわゆる計算機が作るデジタル空間のことのことをデジタルって言ったのかなと思ったんだけども,もっと広い意味でのデジタル、ね。計算をしてているっ、うんうん、あるプリセットがあってその中でいろんなことが動いてるっていうことでしょその偶然的に与えられた、はいうん、で、その偶然性それ自体はデジタルなの。 その偶然性それ自体はコンピューテーションなるではあると思いますそれもコンピューテーションルなのかな、はい、コンピューテーションなるの根源自体がは,はい、コンピューテーションなの根源自体はまあ、コンピューターだったら例えばランダムシードを与えたりとかまあそうか、ランダムっていうのもコンピューテーションなるだって言えるっていうことはい、はい、本当かな